い、どうも、タクタクです。細胞新曲、やっていきたいと思います。さあ、こちらですね。ご覧ください。寝ている。で、ここ見てください。あ、鍵、これどこの鍵だ？はい。はい、はよ、はよ。これが蔵書室の鍵っていう可能性もなくはないけど、すげえ取りづらいな。これですよ。見つけたんです、タクタクさん。正直に、起こして聞いてみるか。怪しまれないようにこっそり拾ってみるか。能力を使わせてもらうか、だな。どうする？どうしましょうか。起こして事情を話す。こっちの方がなんか、健康的ですよね。これにしましょうか。すみません。ちょっとよろしいですか？起きない。すみません。あ、起きた。なんだよ、今村。起こすなって言ったじゃねえかよ。あ、すみません。僕は今村さんじゃないのですが、ちょっと椅子の足元に落ちてる鍵を。あ、うん、いいよ。持って行って、受付に返しといて、それ。だからもうちょっと寝かせてくれ。今村、適当に飯食ってて。いいのかよ、それで。ということで、じゃあちょっと失礼。蔵書室の鍵を手に入れた。蔵書室のタグ。来たな、これ。よし、図書室へ戻ろう。ということで、では、行きましょうか。図書室に行くぜ。こっち見んなよ。よし。ここだったっけ？交通用口。ここだね。でもって、ここの人が果たして大丈夫なのかっていうことはわかりませんけど。相葉さん、鍵を見つけてきました。開けますよ。なんか話を進めるにはこれしかないみたい。おお、麻生殿か。かたじけない。よろしく頼む。開けました。そうすると、この人が相葉さん。若いぞ。ああ、君が我が恩人麻生殿か。この度は本当に助かった。感謝する。いえ、力になれてよかった。お怪我の具合は？心配はいらない。何か支えのようなものを使うか、もう少し休めば大丈夫だと思う。気にかけてくれてありがとう。ご無理なさらず。私は部外者ですから、この場であまり気の利いたことできず、申し訳ありません。誰か呼んできましょうか。ああ、いや結構。むしろ君が信徒でなくてよかった。ほっとしたよ。え？ここの者たちは正直なところ信用ならん。俺も来客というか部外者だな。おじを訪ねてここまで来たのだが、厄介なことに巻き込まれてしまった。判断は誤ったようだ。そうなんだ。そうだったのですか。ん？ん？どうした？聞いたことあるな、相葉みたいな。おじさんって確かもう死んでるぞ。相葉さん。おじさんの名前はもしかして、相葉祐介さん？おじの知り合いなのか？あ、いえ、なんと言ったらいいか。そうか、死んでいるんだな。わかった。察した。麻生殿、君はただの来訪者ではないな。すまないが事情を話してはくれまいか。この人なら良さそうかな。あなたは。改めて自己紹介しよう。俺は相葉いぶき。神友大学生だ。いぶき来た。神友大学。おじがただならぬことに手を出していたのは知っている。むしろ真実が知りたかった。いぶきの名前は出てたよね、確か。出てなかったっけ？さあ、教えてくれ、麻生殿。なんか聞いたことがあるよな。君が何者でおじに何が起きたのか。あれ、なんかどこで見たんだろう、いぶきって。もう、これさ、情報が多すぎるからさ。お話もこんなにボリュームあると思わなかったし。めっちゃおもろいんだけどね。なるほど。と言っていいのだろうか。さすがに頭が追いつかないな。当然ですよ。俺だって完全に理解などしているわけではありません。今生きていることがただ奇跡です。誠にそう思う。そして監視の目をくぐってここへたどり着いてくれたことも含めて。本当に無事で何よりだ、麻生殿。にして、そして俺を助けてくれたことにも今一度礼を言わねばならない。いや、俺が脱出できたのはあなた宛に書かれたおじ上のメモのおかげです。ありがとうというのはこちらですよ。
それと年下と思って、軽率な態度をとって申し訳ない。よく童顔だとか年齢詐欺とか言われますからお気になさらず、こちらもとっさに偽名を名乗ってしまいすみませんでした。それにしても俺もなんか偽名使おうかななんでだよみたいな、かっこよくないですか。これはタクタクさんが偽名として使うときの名前だみたいな、憧れないですか。なんかちょっと今度考えておきます。何のこっちゃ。まさかおじがそんなことまでやらかしていたとは、さすがに予想しなかった。急に越に入ってすみません。おじ上はあなたにこの団体のことを、話していたのですか。ああ、おじは俺のこの組織に入信させたがっていたゆえにな。俺が、上地、なんだっけ、大学の、生徒だとは話したと思うが、さすがにご存知か。有名大学の名前だけなら誰でも聞き覚えがありそうですね。確か東京に本キャンパスを置くカトリック系の大学でしたか。うん、その通りだ。だが生徒や教員がカトリック信者である必要はない。俺も特にそういった信教、宗教に縁はないし、友人にもは仏教徒もヒンドゥー教徒もいる。グローバルな教育方針が売りだったと記憶していますが、あくまで経営団体のゆえんがカトリックという程度ですかね。そうなのであろうかな。あまり俺は深く考えず偏差値のみで入学してしまったからな。ははは偏差値がいいということですね。そう、だから俺は知らなかったのだが、おじはもともと理工学部の非常勤講師であったらしい。だが始皇帝研究所への入信とともに大学から離れ、また家族や親類ともほぼ縁を絶ってしまった。唯一俺は幼い頃によくしてもらった覚えがあってな、父から関わるなと言われても時折食事をする程度には付き合いを続けていたのだ。ほどほどに良き仲だったのですね。だからだろうな、そんな俺が第2、進学したと知った、おじはある日この団体への入信を進めてきたのだ。その時あなたはお断りになったと。うむ。しかしおじはよほど俺に期待をしていたのであろう。いろいろそう、本来なら漏らしてはいけないようなことも話してくれた。それがいかに偉大で誇らしいことかとな。無論俺はますます不信感を持ってしまったのだが、それで多少なりこの団体の闇について事前知識があったと。そうだ、俺は動物実験の話しか聞いていなかったが、それでも十分にブラックな組織だと思ったものだ。おじから死と隣り合わせの日々とも聞いていたし、とはいえまさか集団で犯罪を行い恐ろしい人体実験にまで手を出しているとは全く想像しなかったぞ。相葉さんは誘いを断ったのになぜここへ。勧誘を断ってからも俺とおじは定期的に他愛ない話をするほど手など連絡を取り合っていたのだがな、2月の半ば頃から返事がパッタリと途絶えたのだ。2月ですか。ああ、3月になっても反応がない、応答がない。俺はさすがに不安になった。もしかしたらおじに何かがあったのではないだろうかと。そしてそのことに気がつけるのは俺だけではないのかと。警察に通報しようとも思った。だが悩んだ結果、おじが普段過ごしていると言っていたここへ来てしまった。突撃というやつですね。だな。それで到着したのは今日の朝、相場祐介の親族だと話をしたら、それは丁寧に応接して通された。しかしおじに会わせてくださいと言ったらお待ちくださいとばかり言われ、ダメ元でおじに連絡を入れたんだ。始皇帝研究所の中部支所に来ているとな。するとすぐに返事が返ってきた。まずそれにも驚いたが、内容はこうだ。今すぐそこから逃げろ。そこからほどなくして暗き森とやらが発令された。暗き森、さっきから話してましたね。それによって外へ出ることも許されず、電波は遮断され、おじどころか他の誰かと連絡を取ることもできなくなった。ただ時間を潰していろと言われたが、ゆえに何か分かることはないかとこの図書室に、いたわけである。それで偶然聞いていた、蔵書室に迷い込み、開いていた蔵書室に迷い込み、中にいる間に鍵を閉められてしまったと。
まさにその通りだ。情けない。その時点で叔父上は実験棟を含むこの場所全体に脅威が迫っていることを把握していた。そのような状況の直後、クラキモリが発令されたか。おそらくクラキモリとは実験棟など敷地内で緊急事態が発生した場合において、そういった裏の事情を知らない一般信者や来客に対して状況をごまかすためのものなんでしょうね。まあ、完全にそうですね。状況が良くなるまでこの中部支所を丸ごと外部と遮断し、脅威と情報の漏洩を防ぐ。まさにそういったところだろう。少なくともその脅威とやらが去れば、俺は解放してもらえるのであろうか。麻生殿らはその可能性が低そうだ。全くもって同感です。どうやら現在ここの責任者は、ジャブチという男のようです。最高司令者のうつぎはまだ到着していない。俺はそれがタイムリミットだと思います。その男がここに来るまでに全員で脱出したい。まるで漫画か映画のような展開だな。ゲームだけですけど、これは現実は恐ろしく厳しいと思われるぞ。だからといって自分だけ逃げるなんてできませんからね。そもそも脱出方法や経路もこれから調べなくてはなりませんし、ここには窓がないからな。窓を割るなどという方法も不可能だ。どこかの出入り口を突破するしか方法はないと思われるが、正攻法で行けばいいんだよ。正面突破。相葉さん、あなたはここにいてください。あなたはせっかく警戒されていない我らの仲間です。それに怪我をしている、怪我している割合多いな、このゲーム。ここの鍵はそういえば内部から開けるにも鍵が必要な作りなのですね。ああ、それで俺は出られなくなっていたのだからな。この部屋だけじゃない。どうやらこの建物自体不自然な作りの場所が多いようだ。うさんくさいことだな。ではこの鍵はあなたに渡していきます。それでここに身を吹き染めてください。俺は、探索と仲間の救出へ行きます。意志は固いようだな。ならば俺はできる限りの手助けをしよう。ここに何かためになる資料などがあるかもしれないからな。助かります。ついでに無事も祈っていてください。祈っていてください。鍵置いてる。麻生殿、これだけ言わせてくれ。貴殿が本当は幼い頃から持っていたというその超能力についてだが。はい。使いどころを選んだ方がいい。これは勘だが、おそらくその方が。そのつもりです。もともと意味嫌って自分で封印していた力ですから。感づかれるかもしれないよね。人を殺しかけたこの力が、今度は人を救えるといいのですが。暗転して。さあ。ここで得られる情報というのはこれだけのことなのか、それともこういうのも読んでおいた方がいいものなのか。もう一回話しかけてみる。俺を頼って、あ、何かいい情報があったら聞く。有力な情報か。そういえばこの俺が倒してしまった本の一山が少し興味深い関連性を持っていたの。興味深い関連性。ああ、その一山の一番上にはメモが挟んであってな。実験棟と書かれていた。もともとは実験棟にあった書物ということでしょうか。おそらくな。そしてどうも扱いからすると書籍の移動というよりは処分する予定であったと思われるのだが、ですが9割型の本において、著者名は磯井、あ、実光、実光って読んだ、これだった。磯井実光。実、他はエーテルというオカルトやニッチなサブカルチャーを取り扱う古い機関雑誌だったかな。おそらくその著者の書籍を選んで処分するつもりだったと思いますが、なぜでしょうか。ふむ、やはり疑問に思ってくれるか。俺も何やら訳がありそうな雰囲気を察していてな。ちょっとばかし中を読んでみようと思っていたところだ。そうですか。ではぜひお願いします。他にも何かあればまた教えてください。わかったぞ。一応もう一回聞いてみよう。他に何かあるか。今後について助言を求める。仲間はいそうな場所か。麻生殿と同じ牢屋のようなところにいなかったというのが不思議だな。ね、それは俺も思っていた。だがおそらく捕らえられているならば見張りがついていることだろう。鍵だけでは他のものが開ける可能性もある。あるいは貴殿らの情報を知っているらしい白い服の武装署員。
あれらの話を盗み聞きするのも手がかり、手かもしれないな。近づいた方がいいってことか。あとは逆にできることはないか問う。逆に相葉さん、他に何かしてほしいことや頼みたいことありませんか。む、そうきたか。いや、もちろんあるにはあるのだが、負担になりたくはないぞ。いいですよ、もちろんそれができるかどうかお約束できませんが。あ、その程度でいい。ならばそうだな。もし伸縮性の包帯を見かけたら持ってきてくれるとあり、もらえるとありがたい。伸縮性の包帯ですね。ガーゼなどはいりませんか。でも血が出るような怪我をしているわけではないからな。だが足の関節を変に動かさないよう巻いておきたいのだ。わかりました。見かけたら取っておき きましょう。なるほどね。オッケー。もうないです。で、まあ、セーブして、この辺かな？なんか、散乱して開いた本がどうのとかって言ってたけど、あ、これのことかな？あ、でもこれは関係ないのか。まあ、ここはもういいのかもね。行きましょう。まずはな、あ、何なんだあの声は。いや、でもここからじゃ内容も人物も分かりづらいな。落ち着いて近づけるところまで、寄ってみるか。ん？黄色いエフェクトが、赤いエフェクトが黄色いラインの上、あ、はい、なんで、ダメだったやん。申し訳ございません。すぐに。ちょっと待って。一回リセットしていい？ちょっと、これちゃんと成功させたい。ごめん。これちゃんと成功したらちゃんと聞き取れるのかもしれない。ちゃんと押してたけどな、俺。こっちの、ガチのキーボードの Z ボタンでちょっと行ってみっか。こう見えてもタイミングには割と自信があるんですよ、僕は。来いよ。ほい。はい。ほら、Z。ほら、大丈夫やん。キーボードがやっぱ一番いいですね。パーフェクト！ほら。いや、ダメだ。ゲームパッドがちょっと不安になってきた、俺。申し訳ございません。必ずすぐに。熊崎の見ならず、その子供まで逃がすとは、お前らは熊崎親子に何か弱みでも握られてるのか。それで可能がどうしたって。うん、確かに死体を処分すべく運んだはずなのですが、いつの間にか可能生きてるってこと。まあ、複雑な感じだけど。バカが、事の重大さを理解していないのか。お前らは何のために緊急装置を作動させた。すぐに見つけ出せ。見つけ次第即刻焼き殺すんだ。あいつも結局感染してたってことか。チリすら残すな。はい、至急、早急に。どうせ実験棟への電力供給装置が遮断された理由も分かっていないんだろうが。ああ、イライラする。ん？行け、すぐに行動しろ。ジャブチ司教。2階談話室の連中は今のままでいいのでしょうか。談話室、3階の牢へ監禁した方が良いのでは。必要ない、奴らはそのままにしろ。入り口の監視だけしておけ。それ以上の干渉は俺の許可なしにするな。あ、あそこにいるのか。じゃあ談話室にいるんだね。なんで必要ないと判断したんだ。おい、どう思う。俺は女はともかく、あの警察のハゲはそのままにしておいちゃやべえと思うんだけどよ。ジャブチ様が手を出すなとおっしゃるのだから、それに従うしかあるまい。荷物は説法室に隠してあるし、お、よほど脱走されることはないだろう。それより急いであの男の死体を探すぞ。本島でパンデミックが起きたら一大事どころでは済まされない。あんだけ言うならジャブチ様が焼却処分すりゃよかったんじゃねえかよな。ねえ、なんかそういう能力持っててましたからね。カノーさん、何が起きているんだ。俺は、ことは俺たちの捕獲で済んだはずじゃなかったのか。いや、それより
2階談話室か説法室の話も出ていた。説法室と談話室に行けばといったところなのでしょうが、今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、次回はね、どちらか、まあ見張ってる方はまず無理だから、見張ってない方から行きましょうか。はい、それではまたね、バイバイ。